キリン、川島明後輩の LINE に大文句、既読スルーですよ。キリンの川島が、おかしいねん扱いが。お笑いコンビ、キリンの川島明が10日放送の TBS ラジオ、川島明の寝言に出演。後輩の LINE、既読スルーにクレームした。この日のゲストは、ママタルト、大鶴肥満、日野原洋平。川島は、肥満さんと私は、ジャイアンツとも、大盛り上がりでした。クライマックスシリーズまでと告白。後輩と作ったジャイアンツのグループ LINE に肥満を加入させたといい、優勝した今季は4人の LINE グループが鳴り止まないほど熱狂したという。しかし CS を敗退してしまい、LINE が火を消したようになってしまった。川島は、大体俺がやるんですよ。例えば、003が引き下がってなったね、とか、〇〇が三塁コーチになったよ、とか、ドラフトはとか。主やから俺が、ひどいよでも最近、毎朝俺やんのよ、朝一のニュース、岡本さんが怪我したね、とか言ったら、今既読スルーですよ、本当に。キリンの川島が、全然気負へんねん。おかしいねん、みんな扱いが、とぼやき節だ。一方、試合の感想を主に投稿していたという肥満は、こっちは、情報を言わなきゃいけないんだ、と思っちゃうと、プレッシャーを感じた、お声の走塁はいいですよね、とか感想だけ言うのはどうなんだろ、っていう気持ちもあったんですよと弁解した。川島は、もっと気楽に顔出してくれと思ってんねんけど。シーズン終わるとちょっと、試合中なんか200件ぐらいやりとりすんねん。半分ぐらい、大とかやけどと寂しそうだった。